中国4000年の歴史の中で最も残酷な男は誰だと思うかな？1645年頃、明王朝時代の中国、大陸西南部に位置する四川でのこと。経済地域の中心である成都は300万人以上が暮らす大都市として知られていた。だがある日を境に成都は地獄のような有様となるんだ。当時成都を訪れた者は度肝を抜かれた。賑やかな大通りが廃墟のようになり、至る所に血痕が残っている。住民たちの気配はなく、見つかるものといえば家畜だけだ。町の中心地を流れる金鉱は真っ赤に染まり、おびただしい数の死体が水の流れをせき止めていた。一体何があったのだろうか。地震や洪水などの天変地異か、もしくは伝染病が蔓延したのか。いや、そのどちらでもなかった。なんとこの地獄のような惨状を招いたのはたった一人の男。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴミトリ。まだもうぜ、つけたらすこいも最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だっつを言うの。闇人形のやめるですわ。辛い料理って素敵ですわよね。人間が汗をかき、目を見開く姿を見るのが大好きですの。食べるわけじゃなくて見るのが好きなんだね。さて、これお話しするのは17世紀の初頭の四川省を地獄に変えた男、趙建中について。現在でも四川省には恐ろしい出来事の痕跡が残されているんだっつを言うの。四川の石碑。中国四川省と聞いて何を思い浮かべるかな。麻婆豆腐や担々麺などの四川料理が好きなミッドナイトも多いだろう。他にも四川はパンダの生息地であることや三国志の蜀があった地域としても有名だ。そんな長い歴史を持ち、日本人にも馴染みのある四川だが、実はとても悲惨な歴史があるんだ。現在四川には西南漢話という方言が残っているが、不思議なことにこれは1500キロ以上も離れた北京で使われている標準語とかなり近いものになっている。その理由はかつて四川にいた人たちの多くが亡くなり、文化が途絶えてしまったからだという。方言が消えるってよほどのことじゃないですの。上京した関西人が地元に帰って標準語話しただけで東京に染まったる吉祥とか言う人いますのに。日本でも関西弁とか九州弁とか今でも結構違うもんね。それが失われると考えるとかなり怖いことだと思わないかい。確かにですわね。では一体四川で何があったのか、その謎を解く鍵を見てみよう。こちらの絵を見てほしい。書かれているのはかつて四川省徳陽市にあったとされる石碑だ。盤面にはこんな文言が刻まれていたという。天は万物と人を生み、人は一物として天にあたうるはなく。殺せ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 。この物騒な石碑は七殺碑と呼ばれるもので、残したのは趙建中という男。そう、この趙建中こそが四川を壊滅させた人物なんだ。一体趙建中とは何者なのか。話はおよそ400年前まで遡る。1606年、明王朝時代の陝西省で趙建中は生まれた。家はとても貧しかったが、幼少の頃から頭が切れ、父親の仕事を手伝っていたようだ。その後成人した趙建中は明王朝の軍に入り、国境警備の任務に就いた。だが、うるせえ、俺は誰の指図も受けねえ。趙建中は気性が荒く、何かと問題を起こしていたんだ。そしてある時、ついに軍法を犯した彼は捕らえられてしまう。そこでなんと死刑宣告を受けるんだ。万事休すと思いきや、ギリギリのところで恩赦が与えられ、軍を追い出されるだけで済んでいる。この時趙建中が処刑されていたら、四川の歴史は大きく変わっていただろう。軍を追い出された趙建中に転機が訪れるのは1627年のことだ。趙建中が暮らす陝西省で大規模な飢饉が発生。明王朝への不満を爆発させた民衆たちは富裕層たちの自宅を襲撃して回った。一連の出来事は中心人物となった王カインの名前から取って王カインの乱と呼ばれている。これに便乗する形で趙建中も無法者たちを集めて一派を形成、各地で蛮行を繰り返すようになるんだ。行動力がすごいですわね。それにしても無法者を集めて暴れ回るってマッドマックスの世界じゃない。それだけ民衆たちの不満が溜まっていたということだろうね。それから4年後の1631年、趙建中は大きな衝撃を受けた。なんと反乱の中心人物であった王カインが戦死してしまったんだ。その後を継いだのは工芸省という人物。この頃には一派は反乱軍と呼ぶにふさわしい規模に拡大しており、工芸省はいずれは国を手に入れるという野心からか秦王と名乗っていたようだ。これを機に趙建中は工芸省の元へ挟んじ、正式に反乱軍のメンバーに加わった。その後の趙建中の活躍ぶりはまさに一騎当選。凶暴かつ素早いことから高古の異名で恐れられるようになったんだ。こうして反乱軍内でも一目置かれるようになった趙建中だが、彼には目の上の単行部とも言える存在がいた。それは反乱軍内で趙建中と張り合うほどの活躍を見せていた李自成という男。当時はお互いが異なる場所で活躍し、反乱軍は破竹の勢いで勝利を重ねていた。しかしほどなくして均衡は崩れてしまう。反乱軍のメンバーが一堂に集まる集会でのこと。
些細なことから李自生と言い争いになった趙建中はこう宣言した。やってられん。俺は俺のやり方で天下を取ることにするぜ。そんなわけで反乱軍を脱退した趙建中、彼を失った反乱軍は次第に明軍に押され始め、工芸省は戦死。その後ライバルである李自生が継いだ。一方趙建中は自身の配下を率いて南に攻め入る。その勢いは凄まじく、あっという間に勢力を拡大し、現在の湖北省から安徽省にあたる地域を支配するようになったんだ。大出世ですわ。でもどれくらいの地域を支配していたのかいまいち想像がつきませんわね。湖北省から安徽省までの距離がおよそ 450km だ。東京から大阪までの距離が 400km くらいだから、大阪越えて神戸くらいまでの距離だね。広いじゃないですの。趙建中やりますわね。彼の有能さがわかるよね。さて独立した趙建中のその後を見ていこう。ここから趙建中は大虐殺に向かって進み始めるんだぞ。趙建中の過ち。ものすごい勢いで領土を拡大していく趙建中、これに明王朝も黙ってはいなかった。明は除血として名高い指揮官新領国に趙建中の討伐を命じる。きっと趙建中はこれまでの連勝から高をくくっていたに違いない。しかし激しい戦闘の末、新領国が勝利。趙建中は絶体絶命のピンチに陥った。このままでは捕らえられてしまう。追い詰められた趙建中は頭を悩ませ、奇想天外な打開策を思いつく。彼は明王朝の役人に連絡するとこう申してたんだ。私は降伏したことにして軍を撤退させてくれませんか。そうすればお礼はたっぷりしますよ。驚くべきことにこの作戦は成功。趙建中はなんとか一命を取り留めた。賄賂裏金恐るべしですわ。後で問い詰められても記憶にございませんって言っとけばいいですものね。市民も確定申告の会場で文句言いまくりですわ。イヤミリ君って意外とニュース見てるよね。まあそれだけ民の上官や役人たちが腐敗していたということでもあるね。趙建中は負けてなお野心を失っていなかった。いつか俺が天下を統一するんだ。彼は四川に向けて進軍し支配することに成功。そこで本格的な国づくりに取り掛かった。まず趙建中は大成皇帝と名乗ることに。それから中心地である政党政教に改名、また国を運営していく官僚組織の構築にも尽力した。こうして国家の運営を始めた趙建中に衝撃的な知らせが飛び込んでくる。大変です、北京が陥落しました。この時北京を支配していたのは趙建中のライバルである李自生。そこへ満州族の国家秦が中国統一を目指して攻め込んできたんだ。続いて秦が四川省を狙ってくるのは間違いない。そう確信した趙建中は四川攻略の重要拠点となるであろう陝西省の漢中に軍を送った。彼は漢中を抑えることで防御を固めようとしたのだろう。だが秦もすでに漢中に向けて動き出していた。両者は激しい戦闘となり、その末に趙建中は敗北。彼は繰り返し漢中に兵を送ったが犠牲者が増えるばかりだった。俺が負けるなんてありえない。負けが重なるにつれ狂気に蝕まれた趙建中はやがて異常な行動を取るようになるんだ。激動の時代って感じですわね。ずっと戦ってるもんね。さてここから趙建中は本格的な大虐殺を始めることとなるんだぞ。四川の大虐殺。ある日のこと、趙建中は部下たちを集めこう告げた。今後我が軍の兵士たちにはノルマを課す。1日に1人当たり100人の住民を殺すのだ。さらに趙建中は殺す人数が多ければそれだけ出世できるとも付け加えた。これを聞いた兵士たちは積極的に住民を殺害するようになっていったという。しかし趙建中はこれだけで満足できなかったようだ。彼はあらゆる趣向を凝らして人々を殺害していくようになる。その中で趙建中が利用したのが科挙だ。科挙とは官僚の採用試験のこと。通常ならば頭脳を競うものだが、趙建中の考える科挙は違った。ここに縄が張ってあるだろう。これにぶつからず通り抜けてみよう。かがんだり地面に体をつけたやつは斬首だ。そう、趙建中が受験者たちに求めたのは今でいうリンボーダンスのようなものだ。この試験によっておよそ1万人の書生が殺されたという。だがここまで話したエピソードはほんの序の口に過ぎない。ある時科挙で一人合格者が出た。その男は頭脳明晰で同性であっても見とれてしまうほど美しい顔立ちをしていたという。趙建中も初めて見た時から男の虜になり、たびたび贈り物をするようになったんだ。ところが少し経つと趙建中はこんなことを言い出した。怖い、あいつが怖い。俺はあいつが好きで好きでたまらないんだ。だからあいつを殺してくれ。命を受けた兵士たちは男だけでなくその家族までも皆殺しにしたんだ。何を言っているのか。ちょっときっと趙建中は相手に夢中になっていく自分の変化が恐ろしかったんじゃないかな。こんな風に残虐の限りを尽くしている趙建中、その一方で友人思いな一面もあったようだ。彼は友人たちを集めて酒を飲むのが大好きだった。だから頻繁に飲み会を開催し、その度にお土産を渡して友人たちを見送っていたという。ところがある日の飲み会の終わりのこと、
また酒を飲もうな。ほろ酔い状態で友人たちを見送る長剣中、友人たちは彼に手を振り返し帰路に着いた。しばらく進むと夜道に兵士たちが待ち構えていたんだ。なんだ、やめろ。兵士たちは有無を言わさず長剣中の友人たちを拘束、そしてそのまま首を切り落としてしまったんだ。首はすぐに長剣中の元へ届けられた。すると彼は生首を眺めて嬉しそうな笑みを浮かべた。以後長剣中は酒を飲む時には生首たちを並べ話しかけていたという。こうした虐殺が行われた結果、四川の人口は大きく変動してしまっていた。長剣中が統治する前の人口は310万人ほど、対して虐殺後の残った人口は約1万8000人、実に300万人以上が殺されてしまったことになる。だから四川の文化は後世に伝えられず、方言も失われてしまったというわけだね。クレイジーすぎますわ。友人まで手にかけるなんて。それにしても長剣中はどうしてこんな大殺戮を始めたのかしら。いくら戦争に負けてストレスが溜まったとしても、ここまでするのは異常だよね。実は長剣中はある思いを抱いていたんだ。長剣中の末路。300万人以上を殺したにもかかわらず、長剣中はこんなことを言っていたそうだ。四川の民はまだ死に尽くしておらんのか。四川は世が手に入れたんだ。だから世が滅ぼすのだ。長剣中は真に勝てず、四川を奪われると悟った。だから奪われるくらいなら滅ぼしてしまおうと考えたのかもしれない。そしていよいよ長剣中の望みは叶えられつつあった。とある夜のこと、長剣中はおもむろにこう漏らした。誰か殺すやつはおらんのか。つまらん。それから近くにいた部下にこう命じる。お前の妻と子供を呼んでくれ。もちろん嫌だっただろうが、断ればただでは済まない。部下が妻子を呼び出すと、長剣中は容赦なく殺してしまった。この時長剣中はある恐ろしい処刑方法を使った可能性がある。というのも彼には愛用している4つの処刑方法があったからだ。1つ目は手足を切断する放度、2つ目は背筋に沿って真っ二つに切る変地、3つ目は宙吊りにしてから背中に槍を突き刺す摂取。どれも恐ろしいが、4つ目はより悪趣味な処刑法なんだ。その処刑法の名前は官儀。その内容は子供の焼き殺し。どれも嫌だけど、子供まで殺すなんてむごすぎますわ。しかも4つ目は子供限定って。わからないけれど、子供だけを焼き殺すのには長剣中なりのこだわりがあったのかもしれないね。こうして妻子が惨殺された次の晩、長剣中は同じ部下に再び妻子を呼ぶように頼む。そこで部下が昨晩殺してしまったじゃないですかと伝えると、長剣中は激怒。その部下も殺したんだ。そんなわけでついに長剣中は四川の住民のほとんどを抹殺することに成功。結果町は廃墟となり、川は血で赤く染まったという。それから間もなくの1646年、ついに秦の軍勢が四川に向けて侵攻を開始する。そこで長剣中が取った行動は逃亡。彼は四川をすぐに放棄し、わずかな仲間たちと共に逃げ出したんだ。ところがすぐに秦の兵士に見つかり戦闘になり、流れ矢が長剣中の胸を貫いた。こうしてあっけなく戦死したんだ。さてここまで彼が行った悪行を伝えてきたが、実はこんな説もささやかれている。長剣中が行った虐殺の記録は秦が捏造したものだ。じゃあこれまでの話も全て嘘ということですの？いや、全てが嘘だというわけではない。正確に言うと、秦が話を持って長剣中に全ての責任があるように仕立て上げたって感じかな。長剣中がどれほどの人を殺したのかは不明だが、火のないところに煙は立たぬという言葉があるように、残虐な男として知られていたのは事実だ。そして秦王朝時代の初期に四川省の人口が急激に減少したことも事実だ。だが長剣中が実際に支配していたのは四川省の領土の3分の1程度だった。たとえ長剣中が毎日人を殺していることが事実だとしても、四川省の壊滅的な人口減少を引き起こすことは不可能なんだ。また長剣中の死後、秦軍は四川省で4回の大規模軍事作戦を実施し、完全占領するまでに13年かかっている。その際無数の民間人が虐殺されたという。つまりそれらの戦争で秦軍が行った虐殺行為の全てを長剣中になすりつけていたとしたらどうだろうか。では最後に四川大学歴史学部で教鞭を取る古正規教授の見解を紹介して今宵は終わりにしよう。四川省の壊滅的な人口減少の犯人は秦軍であり、まさにこの犯罪を隠蔽するために秦王朝はあらゆる嘘を捏造し、全ての責任を長剣中に転嫁するよう命じたのだろう。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。